はい、こんにちは。鳥取市のハンコ屋いろは堂です。本日はですね、2014年の4月3日ですね、今日は朝の6時からですね、鳥取駅前のワシントンホテルを会場に、倫理法人会さんのモーニングセミナーに講師として参加させていただきました。今回のテーマはですね、己を知り縁を生かすというテーマで45分間の講演をやらせていただきました。今まで3分間スピーチとかね、5分間っていうのはやったことがあるんですけど、45分間単独で人前で喋るというのは今回が初めてでした。とてもいい経験になりました。倫理法人会の皆さん、ありがとうございました。